水神ソーラ登場。サントリーの新 CM はナンバー、愛3人で大胆な展開かさて、今回は気になる話題です。なんと、サントリーが2024年1月29日にオフィシャル X に投稿した内容が話題となった。この投稿には、サントリー誕生日おめでとうというキャプションとともに写真が掲載され、ハッシュタグには、新しい爽やかな人という言葉が添えられていた。一見すると、ワインの写真と、 ハッピーバースデーの文字に見えますが、実際は27本のボトルの水の中に何か文字が書かれているように見え、その下に何か光っているように見えます。これは一体どういうことなのか疑問に思われるかもしれません。サントリーは以前、新地図の剛さん、草さん、稲垣五郎と契約していたが、今回の投稿では平野市業に焦点を当てているようだ。 おそらくショウ君がサントリーと契約を結んだのではないかという憶測が飛び交っています。彼は以前、アルコールの CM のオファーを受けたことを話していたので、このヒントはそれに関連している可能性があります。ただ、ショウ君はお酒が飲めないってコメントで言ってたので、実際に契約しているかどうかはわかりませんが、もしそうだとしたらすごいですね。サントリーは先にジャニーズとの契約を終了し、ニューマックスのメンバーと新たに契約を結んだ。 ジャニーズとの契約解除を受け、他社もジャニーズタレントの起用を見合わせており、サントリーは新メンバー地図を募集している。賛否両論ありますが、サントリーは新たな道を歩む人たちを応援しているのかもしれないと思います。そして、この最新の提案には賛否両論あるようだが、企業が新たな挑戦に取り組む上ではプラスになる可能性がある。この香りを批判してくれた皆さんのおかげで、この香りは多くの注目を集め、 世間に知られるようになりました。大企業の広報担当者も戦略家です。サントリーの投稿に対する世間の反応も気になる。ハッピーバースデーの下に、平野翔と書かれていることから、種類の広告である可能性が高まる。翔くんが単独で出演するのか、それともナンバー、愛とトリオで CM に出演するのか、ファンは楽しみにしている。特に神宮寺くんからは、神宮寺くんを起用してほしいという意見が多かったようです。 ジンソーダというエロと名前がジングジくんにぴったりだと思うファンも多いです。サントリーの新商品、水ジンソーダも話題になっており、ファンは早く広告が見れるのを楽しみにしているようだ。どのような広告が出てくるのかとても楽しみです。翔くんの27歳の誕生日にサントリーの CM に出演すれば、ファンもさらに盛り上がること間違いなし、どのような内容になるのか、他のメンバーがどのように参加するのか楽しみです。次に何が起こるのか。 ますます興味が湧きました。一方で、お酒が苦手な翔くんの代わりに神宮寺くんを起用するのではないかという意見もある。ファンからは、神くんの人相だを思い出す。との声が多く、雰囲気や色合いが神宮寺くんにぴったりだという声も多かった。また、新地図契約も、ナンバー、愛の3人もサントリーと新たな関係を築くのではないかと期待する人も多い。これは本当にエキサイティングな展開です。 もちろん正式な発表はまだないが、この香りがファンを興奮させ、話題になれば会社としては成功かもしれない。時代を感じさせる斬新で面白いアプローチです。結局のところ、私たちファンはこの展開に満足し、サントリーの懸命な取り決めに感謝することになるだろう。翔くん、神宮寺くん、岸優太くんの素敵な CM を早く見れるのを楽しみにしています。